いやどうも、というわけで今週もありがとうございました。いや本当に3時間は早いよ。でもすごいよ、今日なんと現時刻8時17分、過去最高に早く反省会が始められたんじゃないかというところでね、今日もねゲストを紹介していきましょう。セリーヌです。こんばんは。はい、おばん方、今日はね俺のダイエット企画も始まったので、でほらふんわり子さんに4倍あんじゃねって言われた4倍ないない、4倍あんじゃねって言われたから、今日でもやっぱほらもう一回お供をね連れる流れにしたから、やっぱお供がないともう寂しくなったので、今日はセリーヌのお供は隣のファイマリューってなんだっけ、それ米田コーヒーのなんかすげえホイップものって超絶うまそうなココアココア、セリーヌチョコ系好きなのよ。好きだね、チョコチョコしてんの、うん、だからうまいかどうか分かんないけど、まあ米田のコーヒーココアだからうまいだろうと。賞味期限来年の元旦来年の元旦結婚もずね結婚もずね、ちょうどただ1月1日が賞味期限と。ちなみに俺はですね、ミルクプロテイン脂肪ゼロ理想の体へということで、ね、プロテイン飲料買ってみた。なんとねタンパク質 15g も入ってるって。初プロテイン、まあ中学校の部活やってる頃は飲んでた記憶ですけど、大人になってからプロテインなんて初めてだよね。一応ねさっきすげえ見てきたんだよな、どれがいいかなと思って。カロリーは100キロカロリー、今日今からジム行くからこんなカロリーちょちょいのちょいですよちょちょいの。じゃあ飲んでみましょう、プロテイン、ミルクプロテインの力ということですね。え、めっちゃ普通にうまいんだけど、これほんと大丈夫これ俺飲んでほんとにすごい美味しいよこれ。へぇ、こんな美味しいのダイエット中に飲んでいいのこれあ、そんなに米田の抜群にうまいですよ。いや多分それめっちゃうまいと思うのよただ俺これちょっとね、今日もしダイエットの裏話になっちゃうかしんないんだけど、一日一食にしたでしょ、うん、一食マジでうまいよ、マジでうまい、ちゃんと味わって食べられる。すっげえ、うわご飯ってこんなうまかったっけみたいな、すごい。うん、これめっちゃうまいもん今このプロテインすごい。いや本当にね、俺やるってなったらここまで徹底できるんだっていうぐらいやってんもん。えらい。え、いつからやってんですか。先週の日曜日、10月3日の夜に、うん、やばいぞと、体重が緊急事態宣言だっつって、でその日曜日の日にたまたまねうちの近所に那珂市にあるんだけど、おたふくっつとんでもねえ飯屋があるの、居酒屋なんだけど、見た時ない量の食い物食うのよ。でそこが結構息子も好きで、パパ行こうみたいな。そうすると息子娘と家族で4人で行くんだけど、4人で行っても2人分頼めば全然余裕なのよ。あっていうぐらいすごい森のいい土建屋がすげえ好みそうな飯屋があるんだけど、そこの超絶名物がオムライスの大盛りっつうの。写真見せちゃおうかな写真すんごいんだからマジで、多分セリーヌはドン引きするんじゃないかなっていうぐらいね引くんだけどね。オムライスの大盛りでしょ。オムライス想像して今、うん、頭の中にあるオムライスを想像して、うん、美味しそうでしょ、うん、美味しそう、美味しそうでしょ。それのまあ大盛りにしたところでね、別にねって思うじゃん、うん、一緒に一応参考までに水飲むコップと普通サイズのスプーンが置いてある写真をちょっとご参考に見せますね。はい、やばしかもなんか乗ってません？あ、だから卵以外に、違うこれ、うん、米があるでしょ、うん、包めないからオムレツ乗っかってんのそれにソースかかってて、そうあ、だからオムレツが高さ的にいくとこんな感じなんかもうカツカレーの上にオムレツ乗ってますぐらいに見えるよね。ああ、そうわかるかなこの大きさの感じこれ食ったのよ俺。明日からダイエット始めるか、今日最後にこれをね、まあ俺に対するなんだろうな、こう最後の栄養補給じゃないけどさやっとこうって。でこれも食った上で
その日体重測ったら、118キロもったんだよ。118と思ってやばいと思って。え、最高？最高は大学2年生の時の123キロあとその最高体重までよもやあと5キロのところまで来ちゃった。そうですね、やべえっつって。そいよいよそこまで行くと誤差の範囲内だってなっちゃうでしょ。プラスマイナス5キロなんてもう誤差の範囲なのよいや例えば仮に50キロの女の子がいますと、うん、50キロの女の子のプラスマイナス5キロは大きな差よ、うんうん、まあ500グラムとかの1キロプラマイ1キロぐらいは誤差で収まっかしんないけど、うん、もう118キロの5キロはもう誤差でしかないとこれやばいと思って、で俺今までも何度かこうちょっと体重の管理をしなきゃやばいなと思ったことはあって、うん、あったけど、やっぱこの体型を見ていただいて分かる通り、まあサボるわけよサボるからこうなってるわけだから、基本的には基本的には。そうでも普通に話聞く限りは、うん、そんなに、まあ、今のお店は別としてね、うん、普段そんなにドカ食いしてるようなイメージもないんですけど。いや俺もそう思ってたんだけど、うん、やっぱ人より食ってんだわ多分人よりは。俺も食う量減ったんだろうなと思ったけど、多分人より食ってんのよ。食べてた食ってってんだ多分。あ、そうなんだ。だって夜とかもそんな食べないし、夜はこっから帰った時とかなんかは、うん、基本どこも寄んないで帰って、うん、家帰って鶏胸肉食ったりとか、うん、そうですよね、なんかヨーグルト食べたり、そう、オイコス食ったりとかしてたんだけど、うん、やっぱそんでも俺ってマジ昔、うん、うちの両親からお前息すら吸うなって言われた時あったのよ呼吸だけで太ってんだろみたいなだからなんだ、俺の体の遺伝子がそうなってんのかしんね。全てを栄養として蓄える感じ。もう全てをもうこの空気中にあるこう窒素とか酸素も全ても栄養にするみたいなところがもしかしたらあんのかしんね。なるほどね。そうだからちょっとのことでもダメ、うん、だからちょっと反省会もこれね、うん、コンビニでプロテインを買ってみたっていう。偉いよね、うん、体にいいことしかしてない。いや今まで散々悪いことしてきたんだよ俺散々悪いことしてきたわ散々悪いことしてきて、この30超えてようやくよ、ようやくでそしたらほら最初の日にこう体重計にね、いや結構 YouTube にこう体重計でこう体重晒すってね、これはいかがなものかと思ったよ俺はこれは果たしてと残っちゃうし、ね、残っちゃうし、でもそれぐらいやっても退路を断たないとやんねえなと思ってやんねえだろうとで、やりました。俺も何キロあるんだろうと思って、うん、最近しばらく測ってなかった、まあ113、4だろうと思ってたのじゃあ118みたいな、ええー、と思ってマジかと思って、これはやばいぞと、でこれいよいよ本気でやろうと思って、で、まあ、とりあえずゆかいさんが YouTube の動画で、うん、その食事を16時間空けてオートファジーってやつがあるのよ。その結局体が16時間空けると飢餓状態になるから、はい、まあ、自分で自分を食うみたいな感じで、まあ、エネルギーを消費するようになりますよってオートファジーっつのやってるっつったから、じゃあ俺もそれ真似しようと思って1日1食にした、朝だけ。でそっからマジで事務所にいる時もおやつとかいろんなとこからもらうんだけど、そういうのも一切食べずひたすらコーヒーだけ飲むんだけど、マジでブラックコーヒーばっか飲んでるんだよずーっとコーヒーの飲みすぎもあれって言いません？言うんだけど、うん、コーヒーは止まんないのよ俺止まんないので最初の1週間その1日1食生活やって、家帰ってちょっと筋トレをやりだして、で筋トレやった時にやっぱタンパク質は必要だから栄養がそれ足りてないじゃん朝だけじゃん、だからマジで追い越すだけ食ってた、うん、そんな生活を1週間やったら118キロだった体重が日曜日に測って118でしょ、うん、土曜日に測って113だからね。え、1週間で飯食わねえだけで5キロ減んのと思ってで日曜日が
あの休みの日だから、はい、家族であのお出かけした、うん、さっきほらジョイホンで買ったとか言ってた、はい、じゃジョイホン行って、うん、で朝ごはんは俺いや今日日曜日だから家族でどっか行くでしょと、うん、だからお昼ごはんなんか食いたいって言った、うん、朝ごはんいいよっつった、うん、で朝ごはんもでもなんか嫁が野菜炒めみたいなの作ってたから、うん、で野菜炒めだけ食おうかなと思ったら何を思ったか嫁がその日に限って味噌汁代わりにって朝からラーメン作ったのよ。ちょ待って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 って俺これ食っちゃったら昼食えないじゃんみたいな。なんでやっぱ呼ぶんですかね、こうたさんの周り。いや呼ぶのよ。そういう方しかいない。で日曜日で嫁はねこれめっちゃ野菜入れて作ったしいつもだったら俺が食べるからラーメンちょっと多めに入れるんだけど今日一人分しかないからっつってその全員でね。あーなるほどね、うん、だから食べちゃってみたいな。いや食べちゃってって俺今言ってだ俺今日お昼食いたいっつってんのにさみたいなね。でもこれぐらいなら大丈夫だよって、まあ、食ったわけ、ね、大丈夫だ、うん、ね、うん、まあ1週間やったしと、うん、油断が良くないわけですよ。ねそしたら今度ジョイホンに行きました。でお昼ご飯息子娘がお腹減って食べたいですって始まりました。、うん、ジョイホンの中のフードコートで、まあ、あいつらうどんが好きなのようちの息子娘ね。だからあのうどんが食べたいとじゃあ丸亀製麺だと、うん、じゃあパパ席取ってるからママに買ってきてもらえなって言ってうちの嫁が買いに行きました。今便利になったアップルウォッチのトランシーバーでジージーってつながって何が食べたいですかっていうわけ。でも俺お昼うどんか朝もラーメンになったしお昼ちょっとがっつり食べたかったけど、まあ、うどん軽めに行こうと思って何があんのっつったらなんか美味しそうなのあるからそれでいいだそれでいいよってやったらあのね俺はダイエット中なんですよ。ダイエット中なにもかかわらず鶏タルタルうどんみたいなのをドーンって食べる。まあ気持ち程度野菜乗ってる気持ち程度野菜乗ってるけど鶏タルタルうどんなるものが出てきてあれと。でしかも俺今マジで1日1食になったら1食あたりが少なくなったら多分胃がちっちゃくなったんだろうね。なんかその昼ごはん食えども食えども変なやのよ。あれ丸亀ってこんな多かったっけと思って聞いたらあごめんダイエット中なの忘れてた大盛りにしちゃったって。いや大盛りにしちゃったじゃねえよみたいな。っていう愛情サービスがもうてんこ盛りだったんだね。そうなのよ。であのその後、うん、あのコストコにねすっごく美味しいグレープフルーツが売ってっから、うん、それ買いに行こうってコストコ行ったんだけどまあ売ってなかったんだけど、うん、緊急事態宣言開けたじゃん、うん、開けたからあの試食配ってんの、ね、たまたま通るとこ通るとこではいどうぞはいどうぞって全部もらっちゃったのよ。あお父さんこれ息子さんとお父さんの分みたいな。だから思いも言われる。しかもその時に限ってコストコのあのパンコーナーの方行ったんだけどそのパンコーナーで新発売のピタパンみたいなのが売っててこれ何挟んでも美味しいんですよっつって野菜でも挟んでねその日に限ってすげえたくさんのチーズを挟んだ焼いたやつが出てきてもうピザじゃんみたいな。だからまあそれをまあ一切れだけど おやつでそれ食っちゃった。まあ日曜なんかチートデイよねもう。そしたら家帰ったらねやっぱあの土曜日113まで落ちた体重が日曜日に 113.8 に行きまして。で昨日の夜測って家帰って測ったら 113.2 だったので、まあまあまた減らっていけるかなっていうのが今週のスタートです。面白いなおぬまけ、うん、すごいっしょ。なんかダイエットを頑張りたいのか何なのか分かんないかね。分かんないでしょ。だから俺はちょっとこうプロテインとか飲んでこう抵抗してんだけど。いやいいですね、うん、そっか。いや鳥タルタルうどんはやばいです、ね、鶏タルタルうどんやばいじゃん。で俺は家でその肉っぽいの食うのもなるべくこう脂身の少ない肉をね豚肉だったらロース肉とかね、うん、朝ごはんでも食べるようにしてるわけよ。で基本的に俺が食おうとしてるのは鶏もも肉、うん、あ違う鶏ももじゃん鶏胸肉なのね、うん、でこの間も夜そのコストコに鶏胸肉の2キロってパックが売ってるのよ。それ買ってさそれをなんかネットで鶏胸って結構パサつくじゃん、うん、あれをそのフライパンにもうほんと隙間がないぐらいペダーって引いて一
一番弱い日で30分かけてその鶏胸肉を片面炙るとめちゃめちゃ柔らかいのができるってやったから、もう塩コショウだけバーってやって、で30分かけてやったらもう確かにすげえ美味しいのできるんだけど、その日の限って鶏胸肉がちょっと厚めだったの。すげえ生肉食っちゃって俺、めっちゃ次の日腹壊して、ただでさ一食しか食ってねえの、めちゃめちゃすごい勢いで腹壊して、あれ、生肉ダメだから俺、ひどい目にあったなっていう。ダイエット企画今んとこだから、まあまあ体重は減ってるけど結構弊害あるよねっていう。なんかいろんな意味で振り出しに戻されてます。そうでもまあ言うなればだって118までいったのが1週間で113よ、確かに。俺5キロも食ってたのって思わない？確かにね。だってセリエル5キロ増えたら大変でしょ。最近そうです。1週間でそんな増減はないですよね。でしょ？だってそのフォルムで5キロ増えたってさ、結構大変よそれ。おおみたいな、ね。あれセリエル今週なんかちょっと大きくなったみたいな。確かに、もうそう考えると人の体って面白いですよね。だって5キロって、あれだよ。500ミリペット10本よ。そうだから単純に考えたらまだその例えば体になんか余分なものがついてるのが落ちたとは考えにくいから、多分ねデトックスしただけだと思う。そうですよね。そう、胃の中をね、胃の中を。そう考えるとすごいですよね。だそう考えて俺の体5キロも腐敗物溜まってたのって思わない？で私最近ハマってるのが、あのウーロン茶のルル茶っていうバージョンがあるんですよ。ルル茶、なんかねイヌリンっていう、ああイヌリン、あれじゃん、菊芋に入ってるやつ。あれがあの含まれてるっていうん でやっぱ腸のこう何環境を整えてくれる、腸内フローラとか腸内みたいな。そう、あとね、ま、それもなんだけど、ある日あのインドカレー食べたんです。おお、めっちゃうまいじゃん。そうで、インドカレー食べた日にすごい調子が良かった。だからそのね、その日っていうよりはだから結局その数日後、はいはいはい、すごい調子が良くて、これなんでだろうって思ったら、私は勝手にそのインドカレーに入ってた香辛料と、あとその時ほうれん草のカレーだったわけですよ。ああサグチキンだ、美味しいよね。そう、多分それが調子いいんだと。そう、え、ちなみにどこで食べたの？私ね、あれどこだったかな、マンダラかな。あ、マンダラね、あ俺のおすすめはあの茨台の近くにある上水戸にある、あのビッグエチョウの下に入ってる IN キッチンが、あれがうまい。あそこがうまい、行きたくなっちゃうんだよ。いやでもいいね、イエティカフェも美味しい。あうまいね、イエティもね。あでもインドカレー確かに調子よくなっかしんないね。そう、何食ったでしょ。なんかそう、なんか確かになんかね、なんていうの、ちょっとしたパンフレットじゃないけどなんか入れてくれてて、それにやっぱりこうちょっと書いてあるんですよね。あこれが調子いいよみたいな、そういう作用があったりしますとか確か書いてあって、それだこれだっつって。でもあれだね、あのすごい今俺聞いてて斬新だなと思ったのが、セリーヌそのフォルムで手づかみで何食ってんの全然想像つかねえなっていう。食べるガッサー言ってる。チーズなんとか食べる。あーうまいね、美味しい。え俺そのね、美味しそうでしょ、俺でもこうやって食い物の話聞いても我慢できるようになった。これはでかいよ、でかい。今までだったら俺多分帰り行っちゃうもん。あ行っちゃおう今日、僕うまそうだったわっつって。確かにね、しかも今のねこの時期だと空いてるし、やってんじゃん、あれこのさ、だって緊急事態宣言で飯食うとこ空いてないにもかかわらず俺太ったんだよ。外食行ってないのに太るってこれよっぽどだなと思って俺。え家じゃ、でも家食がそれだけ美味しいってことじゃないですか。だって家食だって朝ごはんすっげー淡白な日なんかはマジでご飯と納豆とふりかけと味噌汁、ああそっかそっかとか、だからうちラジオでも一回言ったかどうか忘れたんだけど、うちの母親が多分趣味ね、趣味、あの太らせるなの。なんか言ってたね、趣味太らせる。あのね、お客さん来るじゃん、うちの家族、俺よくお客さん来た時言うんだけど、四字熟語で表すと過剰接待なの。マジで本当に過剰接待なんだけど、なんかそのひとたび気に入ったとすんじゃん、後から食い物と飲み物出てくんなよ。あ、なんかでも
ので、そう私の知り合いにも思い当たる人いますね。いるでしょそういう人いるでしょ。で、まあ今思えばって心当たりあるんだけど、うん、そのお昼事務所で基本食べるね。どこにも行けないから、うん、ね。で、まあ、米炊くじゃん。でうちの母親がおかず作ったりしたりとかもらったもんとかでさ、うん、いくらでも作るの。野菜スープも作ったりとかね、いくらでもできるんだけど、はい、うん、俺と親父とその母親の3人で飯食うの基本的に、うん、親父はちょっと職場からうちの事務所来て食うんだけど、うん、3人で食うはずの米をうちの母親4合炊いてたから今1食分でしょ。1食だよ。昼だけで4合炊くんだけど、その好きなだけよそってこいっていうわけ、はい、でも俺それなりじゃんだけど、いやその次の日にあの米を持ち越す、その炊いた米を持ち越すことを米をしょうっていうのよ、こっちの方。米しょっちゃうからくっちめとかっつって、そのじゃあ持ってきて俺と親父のやつにこうやってつい追い反すんだよこうやってで、まあ、俺よそったものは基本的に残さない派だから、残さず食うじゃん、うん、あの昼飯良くなかったかしんない。米ばっか食ってたマジで。それだよ。でも今そのうちの両親が飯食ってようが俺は気にせず、そこで黙々とこう仕事やったりとか。え、でもそうなるとお母様とか寂しがるんじゃないですか。だから今一人で、え、本当に食わないのと、いやお昼食った方がいいんじゃないみたいな、朝じゃなくてお昼の方がいいんじゃないとか言われるんだけどいや俺は朝食って食っからもういいっつって、いやお昼食べちゃうとそのオートファジーがさ、あーちょっとね、ちょっと難しいじゃん、うん、あとその午前中がさお腹空いちゃうとさ、うん、仕事こうなんかこう満身になっちゃうというか、うん、午後は逆にだから食べると眠くなんじゃん、はい、お昼寝したかったお前は、うん、でお昼寝してる日はしてたの、うん、もう全然別に眠くもなんないし、うん、で今日あの俺の弟がそこの常盤高校ってとこ行ってバスケ昔やってたのね、はい、でその時にインターハイも行ってたんだけど、うん、その弟らの代がインターハイに行くためにって言って東京都でそのスポーツ選手専門にこうトレーナーやってる、まあ、ジムのこのトレーナーの人を、うん、まあ、契約してその常盤に呼んでたの。でそのトレーナーさん未だに仲良くて今日もラジオ来る前うちの事務所来てたの。で俺今実はこういうの YouTube で痩せてんですみたいなことやったら、あ、いいんじゃんいいんじゃんとかっつって、そのトレーナーさんからも今日いろいろアドバイスもらって、よしっつってじゃあ本格的に痩せに行くぞっつって。すごい。どうぞここで俺ほっそりしちゃった番組のテンション変わっちゃうかしら、ね、変わるかもしれないですね。声変わると思います。声変わっかな、うんうん、え、どう変わるの。どう変わるかな。痩せたらどうなんだろうね。高くなるんじゃないか。おばんかたん、おばんかたん始まりました、コンボックスライブディスコース。さらに上がるの今も十分高いですよね。え、俺高いの。高い方じゃない。マジで、うん、あ、ゆうすけさんとかと比べると多分赤井さんよりは高いと思う。高い高い。あ、そう。多分一番高いと思います。あ、マジで、うん、青木さん一挙覚えだもんね、うん、あ、そうですね、一番高いな多分。高いんだ。高い。え、あと男性って誰が。なんならあのライブディスカス組でも高いかもしれない。あ、俺が、うん、結構まこちゃんとかさとりかさんも落ち着いた声質だから。それ俺がただキャッキャキャッキャふざけてるだけじゃなくて何ふざけてないでしょよディスカス、真面目にディスカス、ディスカスしたもんねディスカスしてるよ結構。ディスカスしてると思う。してんのか。うん、してるしてるしてる。ただ声は高めかもしれないねって言ってる感じ。はあ、なるほどね。でもあの中学校の時はほらあの合唱やんじゃん、うん、あのソプラノ、アルト、テナーだっけ、うん、テノールか、テノール、テノール、うん、俺アルトだった。アルトだった。アルトボイスだった。あ、ってことは女の子の方でしょ。だから真ん中じゃんあの男女半々のパートだから高い方だよ。高い方なのかな、うん、でも全然今カラオケとか、まあ、久しく行ってないけど、うん、カラオケとか行ったら高いの全然出ない、うん、あのゆずの夏色出なかったあれだから二音下げで歌って、下げてましたね。そう、二音下げ。あ、無理無理無理、出ないよと思って、あのいつか君の涙がんとこなんか絶対出ない、うん、タッカーっつってこんな男なのにタッカーのと思って。あれは岩沢さんが化け物。化け物。いまだにあのどっちゃあの丸っこい顔の方誰さん、うん、多分岩沢さんだな。
どちらが岩沢さん、うん、あのちょっと小柄な方が、あ、そうそうそう、小柄な方、うん、そうそう、右側に立ってるのが岩沢さん、その岩沢さんが早い曲好きなの早い曲も好きだし、高い曲も好きだし、あ、で、背高い方誰さんつ、北川悠仁ですね、あ、北川さんが栄光の架け橋とか作ってる、あ、そうですそうですそうです、夏色も一応作ったのは悠仁、あ、そうなの、うん、いや、好きだね、うん、好きなだけあるね、そう知ってるね、だいたいこの曲聴いたら、あ、岩沢さん作ったかもしれないなとか、あ、分かっちゃうんだ、これは友人っぽいなみたいな、あ、分かっちゃうんだやっぱり、うん、でもゆずもすごいよね、2人でストリートやっててここまで有名になっちゃうのもね、いや本当すごいですよね、ね、うん、それはね本当すごいと、ゆずってね、でもね、あの先週ちょっといろいろあって、なんかこう水曜日にこう落ち込んでたんですよ、であんまりそのゆずの曲って基本的になんだろう、元気もらえるっていうか明るい曲とか、あ、まあそうね、多いからそういうの聞くの好きなんですけど、うん、あの、でその中の歌えるって曲が、まあ、前もちょっと言ったけど、はいはいはい、ミュージックビデオの撮影にこう行ったりとか、まあ、そういう思い入れもあることもあって好きだったんです、はいはいはい、そのちょっと気持ちが沈んでる時に、うん、あの水曜日のライブディスカスで歌えるがかかったんですよ、お、そしたらなんか元気出た、もうね、違う、止めどなく涙が先週そんな病んでたの、なんで月火なんかしたっけ俺ら、まあ、全然月火の問題じゃないんですけど、うん、なんかね、もういろいろこうたわりに溜まってたものがついに水曜日に爆発して、爆発して、で歌エールがかかって、え、じゃない、職場で泣いちゃったってことその時間、うん、あの誰もいなかったんですよね、あ、そ、おうおう、でそれをいいことに、うーって涙が出てきたんですけど、一人でね、そう、そういう時に限って、うあの、こんにちは、すいませんとかってお客さんが来て、いい、いいなみたいな、そしたらその方も、あ、すいません、時間間違えちゃいましたっつって一旦帰られたんですけど、あ、いや、でもこんな時に来なくてもって思いながら、間違いねえわ、なんで今のタイミングで来たんだよっつって、わかるな、そういうタイミングに限って来んだよね、そうですね、俺もう困るね、あの事務所で、そう、ほらね、おとりを食べてとか、うん、俺結構胃腸弱いのよ、うん、すぐトイレこもるんだけど、やっぱトイレこもって今が勝負だっていう時にこっちはみたいな、ちょ、今、いや、待って、ちょ、待っててーっつってトイレから先、そう、ちょっとこうガチャってあげて、ちょっと待っててーっつって今ちょっと待っててーっつって、そこ座ってていいからとかってやるやる、あるあるある、まだ俺とはちょっと事情違うけどそんな抱え込むことあったの、ね、そう、なんかね、なんかいろいろあって、うん、そしたらなんか、え、絶対、まあ、大したことではないんだけど、なんかうわー、で、しかも歌えるで泣くことなんてなかったんですけど、おうおう、まあ、泣くことっつうか、そうだな、現地ですね、やっぱミュージックビデオ撮ってた時は目の前に、お二人を目の前に涙したかもしれないけど、そうだね、そう、それ以外はもうすごいいい曲で、すごいいつもなんか元気もらってるなみたいな感じだったんですけど、まずいい曲だなっていうのに多分泣いて、泣いて、そうで、なんかいろいろこう考えたら頑張んなきゃなって泣いてすごい、皆さん来週はセリーヌ励まそうの回ですねみんなしてセリーヌ泣くことないよっつってみんなで励まそうの回ですね、来週はね、間違いなくね、溜まってんですよ、パルルンのディレクターも大変なんですよ、ディレクター全部で3人2人かな、うん、そっか、厳密に言うと2人なのか、厳密に言うと2人ですね、大変だよ2人で生放送回してね、そうですね土日しか休みない皆さん、セリーヌは旅行に行きたくても行けないというなかなかの大変な環境、まあ、でもだって1日が仮に火曜日だったらこれやんだもんねお正月からライブディスカスってやんでしょそこ俺そこ特番がいいな、お正月スペシャルみたいな、今日はちょっとディスカスやなくてなんかっつって、うん、いや、そうですよ、うん、そうなったらもうそれしかないですよ、だってお正月ディスカスしたらさ、年始めから何やってる、待って、今年の正、あ、来年の正月誰、待って、1日は、あ、土曜日だ、あー、じゃあ土曜日って誰、沙織さん、中村沙織さんって方ですね。で、3日にゆうすけさん、正月まだ三が日なのにディスカスすんのいや、ここはね、さすがに考えると思います、ね、だよね、うん、
いやこれ最初の1週間はディスカスやめようよこれ。ディスカスやめよう。あとこう年末年末俺28だよ。だって28はそうちょうどあれじゃないですか、年末年始の年末年始直前スペシャルじゃないですか。年末年始ならもうメールも来ないかもしれないし、みんなもう浮かれちゃってイエーイ年末だーっつっていやこれわ、ま、で11月は俺また末日の30なんだね。でも俺次待って来週19でしょ、はい、俺26日誕生日、誕生日前夜祭だ ねイブ。なんかやりましょうよ誕生日イブ誕生日イブイブいいな誕生日イブ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 。ゆうすけさん誕生日ジャストだけど俺イブだね。イブですね、いいですね。来年までうまくできてたらどうなるの。来年までうまくできてと誕生日イブイブなんだねどんどん遠ざかってどんどん遠ざかっていくね誕生日イブイブだね。そうですね、ちょっと頑張って何年か続けないと。そうだね、はい、ではうまいこと再来年までいくと、はい、誕生日イブイブイブになるそらそうだ、1日ずつずれてくんだそらそうだわイブイブイブだね、やはり。ああでも待って、もしうまいこと言って再来年の次の年、はい、までやると、はい、あ俺大晦日だ大晦日大晦日に皆さん良いことしようっつっていや待って、再来年の次の年ってことは俺今年33になるでしょ。36、俺やばいわー。36だよ。想像できないですね。できないね。何やってんだろう。やっぱ30もラインだと思ったけど、次のライン35だなラインだなこれ。うわー、俺あんなにチャランポランなことやってたのにもう30だもんね。子供も2人いんだもんね。そりゃそうだよね。そうですよ。やばいな。やばいですね、結構やばいですねやばいよ、もう30だよ。だってだってユウスケさんだって言ってたじゃん、ラジオ始まった時は結婚もしなかったって。そうだ、言ってたよね。うわー怖ー、年経つの。じゃあ今年のやつの話してたはずなのに再来年の次まで飛んじゃったもんね。ほんとですね、すごいね。やばいわ。ちなみにこの iPhone のカレンダーって、はい、これちょうどね、このカレンダー機能を印刷すると A4 用紙に2ヶ月分確か入んだっけかな。何それ、でこれ iPhone のカレンダーってマジで永久にいけんのよこれ。あすごいそれマジで。だから、うん、例えば今何年、2021年、はい、今から40年経つと2061年でしょ、うん、そうすると俺の年73でしょ、うん、まあ仮に75で死ぬとすると2063年じゃん。じゃあ2063年の俺誕生日に死ぬと仮定すると、あ2063年の誕生日は火曜日だ。70になって、皆さんおばんかだコンボックス、その頃ライブディスカスも多分ねえだろ10年で終わるって考えたら何になってんだろうねだってディスカスできないよ。ディスカスできないよ。井戸端会議。今週の家電も多分もう紹介できない。多分今週の杖はこちらっつってこの介護用品、そうカシの木のこれが丈夫で最高なんだよっつって多分あれの紹介とかになってても、セニアカーとかのビーって原付きみてえなさ、歩行用のバイクみてえなやつを紹介隣の白井さんちのばあさんはトヨタ車乗ってるっつったんだけど、私はセリ鈴木車が一番いいんだよねっつって、あれでしょ、安全機能が違うんだよみたいな、話したら止まんだわとかっつってそんなだね、2063年。そっか、2060何年って全然ありえんのか。ありえるよ。なんかまだまだ先な感じするけどって感じでしょ、うん、で仮にだって今30で2021だ、俺がもし技術がすげえ進歩して平均寿命120歳になりましたってなってすんじゃん、うん、
そうすると、今から90年、なんか2111年、2111年は果たして俺の誕生日は何曜日なのか。2111年、きたきたきた、今2107年8年。すごいな、そんなとこまで見れる。見れる見れる、 iPhone すごいんで。すごい。あ、2111年の10月27日は火曜日。何この火曜日引く年。喋れないかしんないね。そうですね。ええって、あの入れ歯がこうやっててさ、ふわふわはる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 ってなっちゃってるかしんない。もうすぐ曲だよね。そう、すぐ曲。じゃあ曲曲いきましょうつって。え、だでしょ、曲かける方も曲かける。つって、あの多分だから志村けんの瞳ばあさんが二人ここにいる。へへ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 。セリーヌ、セリーヌ、セリーヌ、セリーヌがね、かけられんだな、これな、とかっつって。で、ようやくかかったかと思いきや、爆音とかね。爆音。だから、あれだね、あの、この頃に、あの、多分エンディングで蛍の光をかけるのがシャレじゃなくなってた。来週お会いできるかどうか、つって。新しい形ですね。でしょ、あのトゥーン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 つって、皆さん今週もこの BGM が聞こえてきました。リスナーの皆さんもそうですが、果たして来週も全員無事揃ってできるのかつって。いや、いいですね。やばいっしょ、やばいな。まあ、なぜ新しいパーソナリティ雇わねえんだって話にはなってくっけどね。いや、でもほら、うちの社長も70でやってるから、うん、やってもね、現役だもんね。ありえる、ありえる。だって社長70でそんなへへへへへって感じじゃないじゃん。全然キャッピキャピじゃん、どっちかっつったら。いや、ありえるよ、バリバリね。あのボスのやつとか聞いてると、もう現役以外の何者でもねえじゃんって思っちゃうけどね。そう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 、さすが元 IBS アナウンサーって思っちゃう。人気だったっつったもんね、すごく。ね、自他ともに認める、自他ともに認める人気者だったんでしょ。ねえ、うん、すごいね。そういう身に一度ぐらいなってみたら世界変わるんですか。変わっかしいんだよね、うん、その頃果たしてパルルンどうなってっかだよね。そうですね。なんかあのどうする、その時あのヒューって風が吹きついて、世は世紀末と。いや、でもそう思ったんですけど、うん、そう考えるとやっぱ2000年に変わるときって、うん、やっぱ確かにこうざわつくっていうのも分かるなと思って。いや、分かるよ、だって、うん、2100年って言ったら世紀変わってっからね。そうそうだよ。そう、今ちょっとざわっとしましたもん。だってまだ2000何十何年だったらまだあれですけど、今21世紀だよね、はい、次22世紀なんでしょ、うん、ドラえもんできてっかな。できててもいいですよね。ねえ、今のもういるはずですもんね。いるはずだよね。21世紀だからもうちょっと先まで行けば。いや、21世紀になった時、小学校で航空写真撮りましたね、こうやって。はい、みんなこうやって気球、あの上から撮ると気球みたいになってるらしいんですよ。おー、こうやってみんなでこう紙持って撮ったんだ。アナログテックに21って。だってその頃まだドローンないでしょ。ない。何で撮ったの。なんだろう、ヘリコプターかな。ヘリコプター。そう、多分わざわざ出てきて。マジで、うん、それどこ、小学校で撮ったそれ。静岡ヘリコプターってかな。うん、いや、そのなんか、おーいとかで手振った記憶があるから。マジで、うん、俺そんな空見たのなんかちいちゃんの影送りぐらいしか記憶ないんだけど。懐かしい。やったでしょ。やった。めっちゃやったよ俺、影送り。うわ、ほんとだ。そう、うわ、めっちゃあんじゃんっつって。この間すっごいあの台風の次の日とか雲一つなかったからちょっとやっちゃったよね、一回。うわ、まだできたっつって、影送り、ちいちゃんの影送り。ちいちゃんの影送りとスイミーはすごく記憶に残る。スイミーってなんだっけ。あのほら、一匹だけ色違いの魚がいて、うんうん、あのみんなで大きい魚になって、あの追い出すっていう。力太郎とかやんなかった。力太郎、
おじいさんとおばあさんが、うん、もう貧乏なおじいさんとおばあさんが、まあ、汚ねじいさんばあさんなんだけど、うん、人んちの風呂借りて、うん、そこで体中を洗いまくってできた赤で作った人形が力太郎みたいな。なんかそれ聞いたことある。力太郎今思えばすっげえくせえべなと思うんだけど。そういうの多いですよね。多い。昔の話ってね。あれもまだ全然冒頭言える俺、あの今は昔竹取りの翁というものありけり、野山に混じりて竹を取りつつって懐かしい。そう、よろずのことに使いけり、なおばさぬきの宮津子と何言いけるって。ここまで全然覚えてる。すごい。あれ宮沢賢治の雨にも負けずは言えんです。ああ、あれはやった。あの銀河鉄道は、銀河鉄道もやったな。やったよね、雨にも負けず、うん、あとは俺あれも覚えてるよ、あの春眠暁を覚えずとか。やったあとやっぱ今日出たあの滝蓮太郎の工場の月だね。なんかさっきのじいちゃんばあちゃんの。じいちゃんばあちゃん多分その頃になったら、それではお聞きください、滝蓮太郎で工場の月とか。いやでもおぼろ月は良かったね。私あの曲ほんと好きなんですよ。ああ今日のね、中島みかんね。あなんかね、なんか綺麗ですよね、メロディーラインが。だその頃になったら今の曲が多分俺がそのくらいになったら、もう俺の大好きなあの、まあ、バンプのメンバーも多分お亡くなりになっちゃってると思うんですよね。だからじゃあ過去の名曲いってみましょうか、バンプオブチキンで天体観測とかってやって。でもそう、なんか今こう昭和のなんだろう名曲とかって特集とかやってて、みたいな、なんかこういう曲が流行ってたんだとかって思うじゃない。思う。これがこう何十年後かに、それこそバンプもユズも懐かしのそう平成の名曲とかってやった時に、やっぱこういう古さを感じてしまうのかなと。いや悪化してんだよ。だから今ユズがほら、うん、席巻してんじゃん、うんうん、やっぱあのなんつうの、あれフォークデュオじゃないけどさ、うんうん、デュオと次もしかしてカボスっつうの出てきてるかしんないから、ね、絶対出るよね、うん、次の代にはねカボスとかデコポンとかが出てくかしんないから、これはね、うん、やっぱありえるわけですよ。どうなってんだ。だからベビーメタルみたいなああいう音楽がすっげえもう席巻してんのか、うん、それともうみんなボカロになっちゃってんのか、そうそうそう、それがもう全部あの人工知能で茨ひよりみたいなあの、うん、なってんのか、うん、今ほんとその狭間ですもんね。そう、それかもう全員あのアドみたいにもう顔も出さないでか。いやそれに増えそう、わかんないよね、うん、だって今ほんと正体不明なアーティスト多いですもんね。多い。だからライブもさ、もしかしたらもう自宅がさ、なんかあのドラえもんの道具みたいにさ、こうプラネタリウム機みたいなの置いてあってさ、プロポチッとしたらブンッつってこう部屋がライブ会場になって、そう、もう常にマンツーマンライブみたいなのができるようになっていくかもしれないね。だからよくアニメで、あのひとたびそこのなんだあのゲートに入ればライブ空間が広がってて、うわーみたいな、あるじゃないですか。あるね。あーなるかもしれないですよね。なんじゃない、だって今だってオンラインつって結構やってんだからさ、あれが多分もうちょっといったら多分 3D ホログラフみたいなの出てくるでしょ多分、うんうんうん、すごいね世の中。すごい。多分だって今匂いをデータで届けられないかってやってるわけだから。そう、それがすごいですよね。だから多分無理でしょって思っちゃうけどさ、だ 3D プリンターもさ実現できたから匂いも多分できんのよそのうちね。で多分そうするとその次 3D プリンターのもっとすごいのが全家庭に廃棄されて、ジジ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 ジつって多分荷物出てくる。ふんっつって、おお届いたーみたいな。だから注文と同時にもうその 3D プリンターみたいなのがジジ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 って動き出して、いやー、うわー出てきたプレステ5みたいな。その頃なんだプレステ10ぐらい行ってんのかな。行ってるかもしれないですよね。ねえ、うん、だって俺が小学校の時プレステで、そっか、中学生でプレステ2。じゃあ言ってるかもしれないですね。あるじゃん。多分大学生になってプレステ3じゃない。で社会人になってプレステ4。で今プレステ5でしょ。だから俺今33だから6年で1個出てる。って考えると、平均6年で1個でしょ。じゃあ俺が今仮に30だとして90になるまであと10。プレステ15が出てるね。何のゲーム楽しんでるんですかね。すごいね。もうだから多分このパルルンのスタジオぐらいは全面こうゲーム画面だ。うわすごい。だもう例えばガンダムのゲームやったら、昔あのゲーセンで流行ったガンダムのパイロットになれるみたいなゲームがもう全家庭でできるみたいになってんじゃん。うわ
そう、それはすごい。でコンコンってやったら画面の一部がガチャって開いてご飯よみたいな。いやそれがなんかもうご飯とかももうそれこそ SF のやつでこんなカプセル1個飲んどけばあのドラゴンボールの先祖みたいに1週間何もしなくても生きられますもん。やるかもしれない。そう、先祖みたいなの出るかもしれないね。あるよ。だからもう現場で多分なんかやるって仕事なくなってんじゃないかな。だからなんか農作物も全部そのなんかロボットアームみたいなのが、うん、だからもうターミネーターの世界になってんじゃない。だからもしかしたら2100年ぐらいになったら今人類は機械とろう製造をかけて争っている最中だみたいな。あるよ。あるよ、うん、ありえる。AI も賢くなりすぎちゃってね。なりすぎて映画の世界絶対ありえるよ。ありえる、うん、タイムマシンどうなったの。タイムマシン、タイムマシンできてくれたら面白いけどね。でもやっぱさすがに時空超えるっていうのは難しいような気がしますけどね。でも俺タイムマシンってあってほしいんだけど、うん、ないかなって思ってるのが、まあもしかしたらあのドラえもんみたいにあの時空パトロール隊が遠い未来には存在してるのかもしれないけど、例えば仮にじゃあ分かんない、4832年とかにあのタイムマシンができたとすんじゃん。仮にもうどこでも行けますみたいな。そしたら多分ね、俺がそのタイムマシン作った人だったら一回過去行って恐竜とかちょっと見てみたいなっていうのはあるんだけど、じゃあその過去に行って多分何にも落っことさなかったり痕跡残さないって不可能だと思う、うん、その痕跡見っかってないってことはタイムマシンができたとしても過去に行った痕跡が完璧に消してるかいけないかのどっちかだと思うのね、うんうん、だからタイムマシンは難しいんじゃないかなって。夢ある考え方しますねって俺は思って。だからもうできてんだったら俺らのとこに、例えば分かんない、もしかしたら俺未来人かしんないじゃん、うんうん、実はタイムマシン乗って来てたんだよみたいな。なるほどね。ってなるかもしれない、うん、宇宙人はいると思ってる、うん、もう地球の中で多分俺ボルトとか宇宙人だと思ってるから、うん、早すぎんもんだって混ざってるね。混ざってる、絶対宇宙人は混ざってるんだけど、うん、じゃあ未来人がいっかって言ったら多分もう未来から来て技術の伝承してっから、うん、それかもう一個の考えは未来人がその技術をちょいちょい小出しにしてるから今ドローンが流行ったりとか。なるほどね。だから俺スティーブ・ジョブズがそうだったんじゃないかと思ってあ、そっか。でちょっと引き際をこう、そう、まあ、未来に戻った感じ、戻った感じ、死んだって見せかけて、よし俺の役割は終わったと、あとはティム・クック頼んだぞっつってなるほどっていう見方もしてんだって。おかしいじゃん、ガラケーからいきなりスマホが生まれるんだよ。確かに。どんな技術革新したのみたいなそう来てますね、未来からね、って思ってんの。その辺は日本で言ったら孫さんとかもしかしたら未来人なんじゃねみたいなと思って。なるほどね。そうっていう感じや。俺はそういう風に考え、 SF チックにね。あ、そういいね、いいでしょ、うん、その頃果たしてこの声だけの媒体のラジオはどうなってんのかっていうのもすげえ気になる。だからもう全部がそれはもうテレビという媒体がなくなって、うん、全部このネットという媒体もなくなって、もうなんか 3D ホログラムでこう自分の目の前で例えばお笑い芸人が漫才やってるとかみたいな技術がなってたら、うん、果たしてこの声だけのデバイスっていうのは存在すんのかどうかっていう。本当だ、だって今ですらもういろんな、だから YouTube とかにもとどまらずいろんなアプリでみんななんか配信できるのが全然できちゃう、増えてるじゃないですか。全然いけちゃうね。でそうなった場合にどうやって生き残るんだろうみたいな。まあラジオが好きって人も一定数必ずいるからさ、うん、声だけの方がやっぱ作業もできるしみたいな、うん、で結局あれでしょ、未来のこと考えるとそれすらももう多分そういう境もないかもしれないってことでしょ。そう考えるとね、ね、うん、どうなんだろうね、うん、そういうのは常にこう考えディスカスできんじゃない。ディスカスできると思いますね。ね、うん、タイムマシンはあるかどうかから始まって、うん、いいと思う。たまに SF チックなディスカスいいですよ、ね、やってもいいと思うよ。みんなでも未来に対してどう思ってた、うん、でも案外現実的に考えちゃいがちだしたけど、うん、結構いいです ね。夢あるでしょ。夢ある、夢ある。な、俺は一番もう欲しい SF の道具はもう絶対もしもボックス。だってあれもし持ってたら何でもいけんだよだから例えばどこでもドアがなかったとしても、もしもどこでもドアがあったらさ、どこでもドアできんだもん
タケコプターが欲しくても、もしもタケコプターがあったらさ、タケコプターができるんだもん。うんうんうん、最強じゃない。そこ最強ですね。だってタイムマシンが欲しかったら、もしもタイムマシンがあったらって言ったらできるんだもん。そっか。ただそのタイムマシンの質は分かんないよ、うんうん、過去に行ったら行きっぱなしなのかもしれない、うん、だからそれはかもしれないの。行きっぱなしのタイムマシンはできてるかもしれない、うんうん、遠い未来に、うん、だから帰れないから余計なこと言わないのかもしれない。あ、だからさっきの理論でいくと、行きっぱなしになっちゃった人たちが過去にそうあの革命を起こしてきたのかもしれない。だからアインシュタインとかそうだと思う。あ、相対性理論なんてどうやって見っけんの。だって無理じゃん、うん、ニュートンとか、これは重力だ、ええー、みたいなその頭良さどっから来るのみたいな重力というものを結び、あ、なんかね、引き出してくるのがすごいじゃん。そうでしょ、うん、あとあのそれこそ昔のあのヨーロッパの方で見っかった天動説から地動説になったりとかさ、本当って思っちゃうもんだってね、今はまあ宇宙行けるから、そう、本当だね、地球って丸いねみたいな、こんな広い宇宙の中にあんだねってわかるけど、当時そういうんじゃないですもんね。そうだから、あの始皇帝とかもそうかもしれない。始皇帝ね、でももしかしたら未来人が来て、うん、いいよお前らマジ中華統一しないと大変だからっていう教えをやって、でもう歴史知ってるから、うん、あ、もう蝶とかこうやって攻めてくるし、ここ落としたら勝てんだよって言って、うん、もうそればっかやる。チンギスハンとか、チンギスハンとか、もう蹂躙しよう蹂躙っつってもう統一してなんぼだからとかっつってじゃないと歴史変わっちゃうんだよとかっつってやってっかしんないじゃん。なるほど。あ、だから逆にそのナポレオンとかも、そう、あえて身を投げ打って、身を投げ打ってもう絶対百戦百勝だっつってで、あのローマ帝国とかもすっげえ快進撃すんじゃん、うん、で、あの未来人が飽きちゃったんだ多分。そうか、飽きちゃって、うん、いやもうなんか侵略よくねみたいなで侵略よくねってなって、もしかしたらね、未来とかにその女の人とかも、うん、なんかもうすげえこう男も女もめっちゃ遺伝子操作されて、うん、もう誰と誰が結婚してもめちゃめちゃ頭いいやつしか生まれませんとか、うん、めちゃめちゃ運動できるやつしか生まれませんみたいな、なんかこう遺伝子が淘汰されてないからなったとすんじゃん、うん、ね、したら結局男はどの女と付き合ってもその面白みがなくなっちゃうわけじゃん。だから飽きたなとこの未来の女飽きたから、俺過去の女と遊んでくるわぐらいのテンションで過去に行って、え、いいよ、え、なお前らなんで攻めないのみたいな、いや、ここ攻め時だからっつってって言って指導して攻めてったんだけど、うん、やっぱ攻めてっとさ遊んでる暇なくなっちゃうじゃん、うん、あ、ちょっと違う、俺攻めるために来たんじゃん、俺遊びに来たからちょっと遊ぶわっつって、あのもしかしたら侵略止まってっかしんないじゃんなんかそうか、未来人の欲を満たすための、だってそう、未来人の欲を満たすためにだってよく考えたら日本にね、あの弥生時代にさ米が伝わって、はいはい、いや稲作、うん、ね、うん、いや火使うまではいいよ、何炊くって技術どっから来んのだってって思わない、うん、土器とか作り出してね、でしょ、うん、あれ多分未来人いなかった、だってさ、いや、いくら人類進化してったっつったっていきなり道具使ってそんなんいける、未来にはこういうものがあるからそれに近いものを作っていこう、そうそうそう、で未来人だから多分その言語っぽいのもいけんのよ、あの翻訳こんにゃくみたいなのがあっから多分いけんのよ多分そうだけどその痕跡残しちゃうとあれだから、君姿形当時の人で能力も当時の人ぐらいに制限して過去に送ってあげるから過去なんとかしてきてねみたいな、そういうことか、そうだからよーく見てたの流れ星みたいなのが実は未来からのあれなのかもしれない、なるほど、ウンみたいなあのタイムトンネルみたいな、隕石とかって言ってるけど、隕石って言ってるけど、あれはもしかしたらそのドーンって言ってあのクレーターさ、割れてんだ、そうバッカーンなったとこにあれ軸がヒョンキーみたいなかーしんないじゃん、そっか、そう、いやでもそうだよ、あの結局エジプトの文明とかもそう謎がいっぱいあるわけですよ、謎がいっぱいありますもん、でその世界にある大パーツっていうのも、うん、当時の技術じゃこれ作るの不可能じゃねみたいなのがあるわけじゃん、だってナスカの地上絵だって意味わかんないわけでしょ、うん、あれだから多分ナスカの地上絵はタイムマシンが失敗しちゃった、なるほど、
あ、だから多分あれタイムパトロールの船かなんかの形してるわけ、あれ。それが多分こうタイムトンネルの、あの、なんだろう、あの時空の波とかによって、あのこうなんか日焼けみたいに照射されちゃって、あれなんじゃねえかみたいなあ、だからあんな意味不明な、意味不明なわけよ。だってマチュピチュだってもうわけわかんないじゃん、なんであんなとこに年経ったのみたいな。そうでしょ、うん、だから多分そうなんじゃねえかなと。なるほどね。なんかこれまで先代のなんかそういう教えをこうなんかこう先祖代々こう継いできたから、こういろんな発展が生まれてたと思ったけど、そう違う。だから多分やっぱ導きがあったんだ。導きあったあった。だから多分織田信長未来人なの。で、織田信長未来人で、多分だよ、歴史を改変しようとしたの、うん、織田信長が天下統一しようと思ったんだけど、タイムパトロールがいやいや、お前それ歴史変わっちゃうじゃんっつって、多分明智光秀送ったのよ。あー、そういうこと。で、明智光秀が歴史の教科書通り、こう火つけ、あいつ死ぬんだよっつって火つけて、ダメだな、明智光秀。そうそう、あれだからタイムパトロールのもしかしたらお偉いさんなのかしらねそう、明智光秀も相当な勇気を、相当な勇気を、うん、使命感もあるしね。そうだから、そこに今度は新たな未来人で徳川家が現れるわけよ。あー、なるほどね。最初の未来人として家康が来て、うん、でその未来人に信玄も上杉も勝てるわけないのよ、ね、戦い方知ってんだもんだって。そうだわ、上杉と武田こうやら死ぬぜくらいで、うんうんうん、だから大阪夏の陣とかやっても勝てるわけないの。そう、ホトトギスなんてどうでもよかった、どうでもよかった、あれはあれはとりあえず歴史の教科書に載るから言っとかなきゃみたいなそう、なるほど、っていうね。そっか、豊臣は、豊臣はだからもしかしたらあの現代人かしらね。ちょっとやり方が古臭いからあ、そか、だから金の茶室とか作って自らのこう力を誇示するっていうね。未来人はもう金とか興味ないのよ、もうもう未来人はいかにそのもうイージーゲームのやつをこうね、ゲーム感覚でやっていくから、からやっぱ織田信長的なこう感じなのよ。だってもう織田信長考えがぶっ飛んでたって話しか聞かないじゃん。豊臣は織田信長がやったのをちょっとうまく引き継いでやった感じはちょっと否めないじゃん、やっぱり。でそこでこう刀狩りとか、あの対抗チケットがやったりとかさ、まあるけどさ、そういうこと言ったらあれだ、元織宣長とか、そう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 、あれ、あと伊能忠敬、そうとか、うん、あの辺未来人かもしれないですね。だからもうこれ、あの、じゃなきゃあんな成功なの作れない、作れないでしょ。しかも地図書いたやつが世界を制するっていうのは Google が証明してんじゃん。 Google マップであそこまで地図に成功なのをやってっから Google 世界制止じゃん。だから、いや、え、誰もやってんでしょっつって、なんでお前らやれるのバカじゃんっつって、なんか謎の未来からのこうピョンイーみたいなツール使ってあるって測った風にして、え、日本地図できましたけどみたいなえ、できましたけどみたいなだってあれめちゃくちゃ成功よ。すごいじゃん、今の日本地図大差ねえじゃん。ないないない、あんなの気持ち悪いもん、もはやでしょ、うん、あ、もうあれはもう道具あったのよ多分多分その5000何年とかから来て、うん、お前当時の能力にしちゃうよって、うん、未来のそのタイムパトロールにね、当時の能力にして送り込んであげるから地図書いてきて、でも大変だと思うから測量機のすげえのだけ貸すよっつって、あ、マジっすかみたいな、これあれ楽勝じゃないっすかみたいな。だけどあれでは現地行かないと測れないから、あるって測って、あ、もうこれあれ楽勝っすよっつって、そうっていう感じじゃと思うんだよね。なるほどね、うん、あまりこう歴史というかその現代をいじるとやっぱり支障が出る、ね、支障が出ちゃう。未来のその、うん、ね、うん、ここで変わったのがバタフライエフェクトじゃないけど、変わっちゃうかもしんないじゃん。もしかしたら俺なんか事故にあって死んじゃうかもしんないみたいな。だからかなと思ったのは、松尾芭蕉が、うん、こうやっぱこうちょっとまあ時期ずれるかもしれないけど、こう結構全国回ったいろんな句を残してるじゃん。残した当時の風情をそうしてこうバランス取ってるわけです。バランス取ってるのそう、そうなのよ。結局そうすると辻褄が合ってきちゃうのよ。あ、このすごい人だから多分坂本龍馬も未来人なのよ。あー、なるほどね、うん、写真とか撮っちゃってんじゃん。しかも先見の目ありすぎで、ありすぎじゃん、うん、おかしいじゃん、うん、ね、うん、日本の夜明けぜよと思ってさ、うん、絶対そうなのよ。じゃなかったらいきなり海の方見て日本の夜明けぜよなんて言えないじゃん絶対。あ、これだから結構ね、だからそういう点では、うん、あの
不可逆なタイムマシンはあるのだもういっぱいだからもう置き去り、ね、あまあその時代であの天命を全うしろと、その代わり送り込んでやるよ、はいはい、うまくとそっか、それでちょっとやりすぎちゃったなっていうところがちょっとこう、そう歴史的に発行、歴史的にルールあったんだ、ちょっとやべえなと。あだからあの多分第二次世界大戦なんかも、うん、日本それまで絶対的勝ってたじゃん、戦争ってずっと日露戦争も日清戦争もずっと勝ってたじゃん、うん、で調子乗ったんだよその未来人、え俺が日本に教えた軍事力が最強じゃねっつって、ちょっとやっちゃおうパールハーバーっつって、うん、やったんだけど、そこでもうタイムパトロールが起こっちゃったから、うん、アメリカにすごい未来人を送り込んだマッカーサーという名のね、うん、でアメリカの技術の方がすごい上、お前あの日本調子乗ってっから、あの未来人調子乗ってっからもうやっつけろっつってちょっと日本よりちょっとすごい飛行機とかの技術を教えて、あそうそっかっていうね、で多分その未来人たちが、うん、あの集まってできたあの秘密結社が何つったっけ、あの三角形の目のマークの、あなんだっけ、マンスリーメディソンみたいな名前のやつなんだっけマンスリーメディソン、何つったっけあれ、あの秘密結社なんだっけ、秘密結社の名前、秘密結社、あなんだっけ、待って待って待って、調べっから、秘密結社、秘密結社急に史実に戻って行動する秘密結社なんてさっきあるの名前、ね、あフリーメイソン、そう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 、だから多分これフリーメイソンというか未来人の本当集まりなんじゃねえかみたいな、なるほどねって思ってる。だそういう意味では現代人もやっぱりちゃんと自分の意思を持ってどうするかって判断しないと、そうだよもう未来人、未来人あのもう操られてるんだ、そっか、そうだよ、だから第二次世界大戦の終わりもその時目覚めたんだ、そうそうそう、その時代の人たち、そうこのままではいけない、やばいっつって、うん、それで皆さんこう身を挺してまであそこでちゃんと区切りをつけて、そう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 、あのね東日本大震災とかも多分未来人知ってたのよ、うん、だから今度多分南海トラフとかも多分知ってて、うん、絶対言わないっていうやつが多分いいんだ日本には、あと何年だみたいなのが多分一人二人と思うから、あそっか、でもそれを知ってるからこそあの最近特に大きい地震とかあった時って、うん、少し前に比べてなんか建物被害とかそういうのってあんま聞かなくない、そうだからこう徐々に耐震とか、うん、あれ多分未来人がやってるの、そっか、そうその辺でちゃんと対策はしてくれてるんだ、そうだから未来人がこれ露骨に教えてると大変、うん、で未来人は多分もう働いたりとかしなくても生きていける必要なお金をタイムパトロールかももらってるのよ、あそっか、もうそれか永遠にこう支給されてるか、あだから多分、うん、その例えば分かんないあの積水ハウスとか、うん、あの三井ホームとかの前行ってさりげなくそういう設計図さらってこう落としていく、で技術者が通るとことか知ってっからもう何これ課長みたいななんかすごいの落っこちましたみたいな、お前これはとかっつって言うのがやってんじゃないかなみたいな、俺はこういう風に未来人と宇宙人が紛れ込んでると思ってる人なの平和だわ、平和でしょ、あの全てフィクションですけどね、うん一切本当のことは何一つないんだけどなんだけど、いやでもそう考えると、でもそう考えると歴史上の辻褄が合っちゃうのすごくすごく合っちゃうのよ、いやでもね面白いわ、うん、でしょ、うん、でも実際そうなのよ、結局未来の頭を持ってるんですよきっと、でしょ、あの本当に実際、そうそうそう、だから発展、なんだろう、発想力っていうのかな、だっておかしいじゃん、ヨーロッパの産業革命なんかいつそうなったって感じぐらい急じゃん、うん、あもう未来人、そうだわ、急に工場立ち始めてね、だ多分あの当時にスマホがあってもおかしくなかったんだよ、なるほど、だけどそれだとやりすぎちゃうからこんぐらいにしとくって多分未来人同士で3人ぐらいで会議して、うん、じゃあお前なんかあの蒸気船作るの前に羅針盤とかちょっと教えとけ、あ分かった、じゃあ俺羅針盤ねっつって、俺羅針盤ね、俺羅針盤やったとお前蒸気船いける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 っつって、そっか産業革命どころじゃなくなっちゃうからね、そう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 、うん、あじゃあ俺蒸気船やったとお前車いけるいけるよ任しとけ、じゃあ分担しようねっつって、あ多分そういう打ち合わせがあって、えじゃあライト兄弟もその口ですか、その口だよあれ
あのすごい飛行機だから、ライト兄弟は多分家でこうやって2人で寝ながら、兄貴次どうやって失敗させるん、そうだな、あんまり露骨に飛ばすとバレっかなっつってあ、実は何、最初から飛ばせたの、そう飛ばせた、もう飛ばせた飛ばせた、なんかちょっと計算してるふりして、羽ちょっと途中で割れるようにちょっと演算組んでみるつ、あーそれいいねっつって、あそれは頭が良くないとできない、できないでしょ、できない、逆にあえて飛んでる途中にぶっ壊すとか、うん、失敗の演算だから、いやー、あそうだよね、だってちょっとやっぱりそこの部分抜けてたら自分たちの命も危ないじゃん、だから自分たちの命が安全にぶっ壊すためにはどういう演算を組めばいいかっていうのは、これ未来人じゃなきゃできないから、ほらすごいついつまってきたでしょすごいんだから、すごいんだから、すごいんだから、もうすごいのよもうやばだから多分 Google、Amazon、Facebook、あの Apple、 この俗に言われる GAFA はもう多分全員社長はもともと未来人ですよ、じゃあかった、もうもう流行るって言って、やっぱ Facebook が流行るって分かってたの、すごいね、だってそのパトロール隊はさ、何年先をこう目安にこう送ってきてんの、それは多分未来人の適性があるのよ、あそうなんだ、例えば5821年の未来のタイムパトロールが、うん、ある日突然人が生まれ、もうその当時、その多分未来の5800年とかになってくると、多分もうその一人一人のもう生まれた瞬間にこう DNA からの全てのこう潜在能力がプンってこう本部にこう飛んでくるぐらいの、すごいこうなんつうの、赤ん坊育坊機みたいなのができてて、でもうそっからもうプンって、あこいつ過去に行って歴史変えるっつうか素質持ってんなってたら、その適正年度をこうカタカタカタって演算して割り出して、あなたは2021年に行ってこういう風に歴史を改革してくださいってなるから、その人が多分頭角を表していくのは高校生とか多分大学生ぐらいからこう頭角をめきめき表して、だからもしかしたらだから2030年とか40年ぐらいにはなんか一つ歴史が変わるかもしれないよね、そういう未来があったらね、すごい、あの日立一高からハーバード受かった子もそうだと思う、そうだわ、うん、それはね、そうだわ、多分未来人まで行かないにしろ、未来人がフッてこうなんかフッてこうなんかこうピョンみたいな、なんか頑張れるスイッチみたいなの、ここにこう頑張れるスイッチ、頑張れるスイッチみたいなの、こうここの中に多分もしかしたら見えないスイッチがもうついてて、あそうだよね、もうやる気はあるもんね、そうやる気はあるから、さらにお前頑張れってこれを押せば努力スイッチだっていうのはこう未来人がこう生まれる前とかフンとかってこう、あの無作為ランダムにこう選んでこうフンっつってやってっかしんないね、あなるほどね、そう、あそうか、で世界は広いから、そう、こう徐々にこういろんなこう、だってそうですよね、日本も最近ようやくその先進国の仲間入りをして、この長い歴史の中で見たら、そうでしょ、ってことはそのうちやっぱりまだ今こう、まあ、後進国と言われてるところにも、うん、どんどん発展途上と言われてるところにも、ある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 、どんどん行って、そうか、そうやって順番に今順繰り回ってる、回ってる回ってる、だからそれはちょっとね、あのアフリカとかちょっと遅くなっちゃってるけど、うん、ちょっと大丈夫、順番にやっからってなってるかしら、すごい、世界平和見えてきましたね、なるでしょ、うん、だっていきなりおかしいじゃん、核爆弾なんか普通の人作れないよ、そうだよ、あれはね本当未来人のやりすぎだと思う、でしょ、うん、やりすぎじゃん、やりすぎだわ、だから、うん、もうそういう風な世の中になってんすよ、そうなんだ、だっておかしいじゃん、だって第二次世界大戦があって戦争でボロ負けしたのにね、うん、今このスタジオ見たって何この最新機器の集まりみたいな、本当に、しかもそこからの伸びがすごいじゃない、じゃん、うん、もう未来人がいたとしか考えられない、そっか歴史のだタイムパトロール俺らが合ってないだけで、だってあんなに全部こうゼロに戻されてよ、そうよ、うん、おかしいじゃん、どこからあんな文明が生まれるのって感じってなるでしょ、何が三種の神器って思いますってなるじゃん、テレビなんてどうやって生まれたのみたいな、うん、そのまずテレビが確かに部品組み上げればなっかもしれない、部品生み出したのがすげえなってなんじゃんっていうね、これは俺の未来人論です、なんでこんなに白熱した、今日あのテーマにも何も関係、まあ、関係ないことはないね、関係ないことディスカスしてるから、これだいぶディスカスしましたよ、ディスカス
とこね。キャッシュレスとかそういうキャッシュレスじゃない。ディスカスってところでね、あのキャッシュレスの話は本編で終わってるから。もうだって1時間超えたよ今日。すごいね。SF だな今日。いや今日良かったな。未来人の話というか。未来人の話。というわけで皆さん今日ね何の関係もない反省会でしたね。いつにもまして何にも関係なかったね。いいね、今度 SF ディスカスやりたいですね。やりたいじゃん。未来人はいると思う思わないみたいな。うん、未来人に関する記事探すんでしょ。未来人とはっつって。逆に過去の人っていいのかな。過去の人もいいんじゃない。いるのかな。だから多分あの何やっていいか分かんないから逆にすごいことやっちゃったみたいな。だからあのなんだろう、亡くなったと思わせといて、うん、実は全部そのタイムパトロールのとこにこう全部魂が行ってて、うんうん、こう全部こう操作されてる感じ。ああ、あると思うよ。あなたこの時代でよく頑張りましたね。そう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 。あなたがその時代で培ったものをここでまた発揮する時ですみたいな。あると思う。あるんだ。あるよ。だって例えばじゃあそのエンジンとかが原人とかができた時代に多分野生に近かったじゃん、うん、だから多分すごいね身体能力、うんうん、多分、ね、めっちゃすごいじゃん、うん、もしかしたらそのめっちゃすごい身体能力のエンジンの人がフンっていきなりタイムスリップしてあの日本とかのあの大和政権の頃に来ちゃった。もうそれでほらもう豪族じゃん、うん、強えんだもんだって。俺の言うこと聞けぐらいでバババーンやってうわーって久々に聞いた。豪族じゃんもう。俺がヤマトの国の大きみ、あの大王って書いて大きみって言うんです。大きみだーとかっつってさ。懐かしい。そう。そっか。おい、だから社会そういうので好きだったかもしれない。結構妄想張り巡らせて社会やってたからさ。ああそれすごいわ。でしょ。ありえってもんね。結構これはねあると思うんですよ。 あ、うん、あ、じゃあ江戸時代には相当優秀なパトロール隊が送り込まれたね。あ、いたよ。だって江戸時代でほらあの遊郭があったから、はいはい、あの遊郭のおかげで江戸中にこう梅毒が広がったわけでしょ。ペニシリンなんて3日の普通。あの神じゃないけどさ、ドラマのさ、いやペニシリン3日んないでしょあれ。さすがにもう多分江戸の時って人増えすぎました。チャランポランもいっぱいいます。悪いやつもいっぱいいます。ある程度梅毒で慣らしましょう。 なったなとこなったぞと。でパトロール隊がよし沈めてこい、あカシャカシャーっつって、なんかペニシリン2半端ないのありますよっつって治ったって。だから一番すごいのはやっぱタイムパトロールなの。あーそうね。そう、すごい。そこのさじ加減難しいよ。難しいよ、すごいから。なるほどね。でそのタイムパトロールから派遣された、まあ、こう未来人が何人かいたわけじゃん。その未来人のなんか祖先がなんかもうすげえ金持ちとか、もうそれもう納得いっちゃう。もうだからタイムパトロールからもう未来永劫もう仕送りもらえんの。そういうことか。ずーっと。そりゃ金持ちだもん。でしょ。すごいねだから。多分あっともよ裏オークションとかで、それではあのジュラシックパークの世界で、はい今日はティラノサウルスっつって、ティラノサウルスオークションで売ってんのみたいな。タイムパトロール連れてきちゃうから。あそう。うん。また持ってっても恐竜捕獲機みたいな。いやー、うん、すごい。そこの本部に行ってみたいわ。行ってみたいでしょ。で多分あの恐竜の本とか見て、うわこいつらトリケラトプス緑にしてっけど本物青なのにねとかっつってマジ笑っちゃうよねこんなんとかっつって笑ってっかしんないね。まあまあまあ、まあ、こいつらバカだからこれで済ましとけみたいな笑ってっかしんない、ね、そのうちまあ分かるかもしんないし分かんないかもしんない。そうそうそうこいつらじゃ一生分かんねえだろうなとかっつってやってっかしんないじゃん。そうだよね、うん、こんなとこに角生えてないんだけどね。そういやバカだなお前、化石が滑ってたと思ったら大間違いだよとかっつって
なんかトリケラトプスが次一番強いと思ってもしかしたらあのフィフスケラトプスとかいくかもしれないフィフスっつってこう5本ぐらい生えたやつがさ何それフィフストップスみたいなのいんのみたいなそうそうだね、全て骨で残るかって言うとそうじゃないかもしれない、そうないかしんねえじゃん、うん、むしろその2本分の骨はあのサイのこの角と一緒であの髪の毛っていうかヒゲの一部と一緒でさ化石に残んないで分解されちゃいましたさ、うん、本当はフィフスケラトプスかもしんねえじゃん、うん、あの何もこの骨格には痕跡が残んなくてさありえますよね、そう、うん、それかあのこういった角がもしかしたら先端でねじれてトルネードケラトプスとかかもしんないじゃんもしかしたらトルネケラトプスみたいな、いいね、そうドリル状にこうそうそうそう、ね、ポケモンの角ドリルでしたみたいな、あだからポケモン作った人も未来人だと、あそうだわ、ポケモンあれだけね生み出すの大変よ、おかしいもんあんなに流行るの作るのおかしいもん、いるのよ本当は、いるでしょ、いるねあれ、あれだからあのいるのよ未来から来てなんかポケモンってやつやってみるっつって何ポケモンっていや例えばあのなんつうのかなそうだねこうタイプっつうのがあんのよっつって例えばほら火って草燃やすじゃんってだから炎タイプ草タイプだったら炎タイプの技やったら草タイプ効果抜群でみたいな何それそのアイディアっつってあまあまあまあ俺の頭の中のアイディアなんだけどっつっていやいやらしいねでさあこう電気タイプってのやっぱ欲しいじゃんって電気タイプって言ったらこうやってさこういうのどうってこうピカチュウの原型みたいなの書いてこれ何って言ってまあそうだなネズミなんだけどなんか電気やってかピカチュウとかでいいんじゃないとかってなあピカチュウとお前あ天才かみたいなかわいいそうマジかっつってやってっと思うからポケモンってこう長く愛されてんですね。そう未来人がもうタイムパトロールがもうコントロールしてんのだってポケモンいつまで流行るよみたいな流行るっつうかいるよみたいなそう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 ずっといるよみたいなだからもしかしたらそのあの西暦18963年みたいなとこまで行ったらあのリアルポケモンもいるかもいやいいなそれあの遺伝子操作していやすごいピーカーでピーカーはあれあくまで声優だから、うん普通にうわーとかつって泣いてうわーとかつって泣いてピカチュウ一回死んないしせめてキーぐらいにしててほしいなでとか人影とかもさあのアニメだったら影ポーとかって泣くけどさうわーとかつってさみんなこう泣き声みたいなうわーそううわーとかつってあっか死んないいいなそうよね善に善になんて言わないもん善に善になんて言わないよもうカメラが何も言わないじゃん。でも真顔で。不愛想だ。さ不愛想に。ピュッとかって水鉄砲だけピュッとかってやってさ。やだな。だからラッキーとかめっちゃ優しくいてほしいよ。ラッキーとかもだから多分あの。ラッキーとかって言わないでしょ。言わないで。あの多分卵取ろうなんて多分ボコボコにされるからね。うらーみたいな。多分どっかからガルーラあたり連れてくんじゃない。こいつ取ろうとしたんだよってこれはあの動物同士の言語そうだねありえるよありえるなうんピッピとかもプリンとかもいやリアルだったら毛生えてっかしんね全身あでもそういえばあのピカ名探偵ピカチュウこう実写化された時あったじゃないですかあれピカチュウめっちゃクサクサじゃんクサクサしたっただプリンとピッピはあのテンションだと思う、うん、だってねえ私毛が生えてる生き物だと思ってなかったんですよピカチュウでしょ先入観でそうあのネットで今度見てみて誰かがあの本物にポケモンがいたらっていう絵描いてる人がいるから、うん、すごいリアルで不思議だなと思っていたらこれ近づけないわと思って確かに毒持ってるわってなるわ不思議な持ってますねあれね持ってるでしょ、うん、やばいからだってあのポケモン状態でも結構怖いもんでしょ、うん、ふぅーって鳴くんだよだって不思議だね不思議そうくらいはまだ可愛いようんでもあいつはカエルでだから大変よだから多分リザードンとかねかっこいいし欲しいっていう人いるけど、うん、かっこいい多分家何軒あっても足んないよ火災保険も入れないよ多分リザードンとか火災保険無理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 いやそうだわね無理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 、うん、全然無理そうだわ入れないちょっと
きりないもんね。え、白石さんちペットでリザードやっぱ飼ってますよね。あ、それするとうち火災保険 NG なんですよっつって。あ、リザードだけはちょっとダメですね。リザードはどうですか。リザードもあの尻尾常に火ついてますよねつって、エースバーンとかだったらあのまだエースバーン、あれ毛並みなんで大丈夫なんですけど、ちょっとあの人影シリーズはずっと火ついてるんであれ良くないんですよつってっていう感じだと思いますよ。そっかそっか、うん、未来になったらね、あの1万8000年とかになったら、あ、なるほどね、うん、そっか、ありえると思います。今すごいから、あの遺伝子もね、ポケモンもリアルできる日が来るんじゃないですか。そうだね、っていう妄想結構普段してますねこういうのいいかもしれない。いいですね、すごく楽しいディスカス、ね、別に真面目だけディスカスするわけじゃないもんね。いや、そうですよ、そうです、そうでしょ。いいんです、いいんです、いいね。皆さんテーマが広がったところで今日の反省会喋りすぎたよこれ久々じゃない。久々、せっかく早く始まったのにね。まあいつもぐらいだねまあいつもぐらいですよ、いつもぐらい。8時十何分に始まりましたとかって言ってた記憶があるんだ。8時17分に始まったから今1時間20分だね。あれ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 。じゃあというわけで今週はこれぐらいにしましょうはい、じゃあ皆さんこんな感じでね、あの新番組2回目にして反省会がまさかの暴走ということでまあこんな感じなんですけどね、また来週もお付き合いどうぞよろしくお願いします。それでは皆さん良い1週間、じゃあね。